本番いきます。よーい、カメラオッケー、音オッケー、役所オッケー、よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。この動画では商品の仕様や特徴の解説、実際に使ってみた映像や感想を踏まえて紹介していきますので、ぜひ動画最後までご覧ください。過去にたくさんの隠しカメラ、小型カメラ紹介してきました。そしてついに最終形態が届きました。こちらです。表サイド上げていきます。トリセツ、すべて日本語です。いろいろ入ってます。こちらからいきます。お、いっぱいコードが入ってます。マウス、細々としたパーツが2つ、充電ケーブル。というわけでカメラ4台ありますので、4つの AC アダプター、はい、こちらディスプレイ用 LAN ケーブル、続いて同じサイズが4つ、うお、かっけー。ここはアンテナ、4つのカメラが入っております。モニター、ディスプレイですね。はい、おお、はい、これくらいのサイズ感です。表裏、ここに電源ボタンがございます。そして端子、ずらっと並んでおります。仕様について、この防犯カメラセットは出荷前にペアリング済みです。お手元に届いた後、ケーブルを挿して電源を入れるだけですぐに監視カメラとして使用することができます。複雑な配線は不要、とても簡単に操作をすることができます。またこちら HDMI 端子付きです。こちらですね、ケーブルは入っておりませんので用意する必要がございます。例えばご自宅のテレビに接続して大画面視聴をするということも可能です。このカメラ、屋内屋外ともに設置が可能です。また IP66 仕様なので耐光性と防水性能に優れ、様々な環境に対応できます。10倍広角ズーム搭載、こちらのカメラにはデュアルレンズが搭載されております。全体像を見るときは 2K の画質ですが、画面を拡大した場合、2K+2K の超高解像画質、クリアな映像を見ることができます。録画について耐久性に優れた 500GB の高品質 HDD が内蔵されております。このモニターの裏側にですね、ハードディスク 500GB が入っているというわけです。次世代の H265 動画圧縮規格を採用、画質を維持したまま2倍以上の録画時間を実現。これにより4台同時に24時間録画かける30日連続録画が可能になりました。インターネットの接続がなくても監視や録画再生は可能です。ただ遠隔操作をする場合、アプリを利用してインターネットに接続することが必要です。モニターについて、10インチの LCD 液晶ディスプレイが初めから入っております。こちらですね、画面が10インチ、大きくて見やすいです。ですので追加のモニターを購入する必要はございません。高性能なセンサーを搭載、昼夜問わずクリアな映像です。防犯モニターは LCD 液晶モニターと録画機 LVR がこちら一体になっているため、別途モニターを購入する必要はございません。部屋に座っているだけで、このモニターで部屋の隅々までを監視チェックすることができます。機能として他にも分割画面で複数の映像を表示させたり、効率的な管理もできます。またディスプレイ上で夜間モード、モノクロ、カラー、スマートナイトビジョン、これらの設定も簡単に操作カスタマイズすることができます。ワイヤレス接続について、配線工事不要、設置がとても簡単です。カメラとレコーダーの電源を入れるだけで自動的にコードをマッチング、ローカル監視をする場合、インターネットの接続なしで監視や再生、これらができます。360度広角撮影について、このカメラにはパン、フィルト搭載されております。対応アプリのクラウドワイ365、こちらを使ってこのドーム型カメラの回転角度を自由にコントロールすることができるため、死角なしで監視領域を見渡せます。またアプリというわけで、このスマホアプリを使ってリアルタイムでカメラ映像を確認することが可能です。セットアップもとても簡単で、インストールから稼働までわずか数分で完了できます。
動追跡 PTZ カメラ。こちらのカメラ、自動追跡機能がついております。カメラが人の動きを検知すると自動的にそれらを追跡。2つの機能を組み合わせてより細かい情報や証拠を記録保存が可能です。この PTZ、パーチルト、ズーム、これらの機能を搭載しているカメラのため、スマホや専用ディスプレイでカメラの方向を直感的に遠隔操作をすることができます。いちいち現場に足を運んでカメラの位置を調整するのではなく、いい撮影ポイントを見つけた場合すぐにカメラを操作してその場所を重点的に観察録画することが可能です。夜間でもカラー暗視。このカメラには防犯発光 LED ライトがついております。鮮明な白黒赤外線モードだけではなく、夜間も鮮明にカラー撮影ができ、昼も夜もどちらにも対応できます。双方向通話について、このカメラ中にですねマイクが内蔵されております。場所がですね裏側ですね。はい、この球体の裏側ですね。ここです。この部分です。直接カメラに向かって話しかけたり、こちらの LED モニターもしくはスマートフォン、相手の話の内容を受信が可能です。使用例としては、例えば宅配業者が来た場合、相手と対面で接触しなくてもこのカメラを通してコミュニケーションすることができます。また不審な人物が来た場合、警告を発して自分の家や家族を守ることもできます。旅行や出張の途中でも家で待っているお年寄りやお子様と簡単に会話をすることができます。この不審者が侵入してきた場合、遠隔で発光威嚇、アラーム警報などで警告をすることができます。いかがだったでしょうか。カメラ4台、ディスプレイ付き、そして家に到着してから簡単に設置ができてすぐ使うことができるこの防犯監視カメラセット。ちなみにこちらなんと最大10台まで増設をすることもできます。実際監督こちら使ってみましたところ、やはりですね様々な機能が洗練されていて、とても監視観察コミュニケーションとそういったところですね全て網羅していますので、とても使いやすい監視カメラセットだと思います。興味が出てきましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。今まで監視カメラいっぱいレビューしてきましたけど、こいつはすげえ。価格は上がりますが、こいつを買えば間違いないっす。最強が来ちまった。本番いきます。よーい。というわけでですね、カメラが4台。これはアンテナかな？一応 500GB ヒルヨズ。より、